どうも、サモリです。これはどういう行動なんだ。こいつはね、狭いところが好きなんですよ。いつもはね、隙間に隠れてるんですよ。そして今みたいにね、脱走しようとするんですね。お、少し大きくなりました。買った時は8センチぐらいだったかな。今はね、10センチぐらいあるかな。ちょっと測ってみる。約12センチぐらいです。かなり大きくなった。曲がった状態で 7.4 ミリぐらい、おそらく8センチちょっとぐらいかな。それぐらいです。今ね、ちょっと気になってるのはここのね、なんていうんですか、これなんかヒゲみたいのありますよね。左右で大きさが違うんですよ。これがちょっと気になります。こっちの角度の方が分かるかな。うまっうまっ。違う、泳いでる。餌は、おっと、泳いでますね。これはね、やっぱ興奮してますね。撮影だからこんな泳いでる。普段は全然泳がないです。泳いでますね。今ね、餌なんですけど、餌はローテーションで与えてます。増えすぎたクッピーたちと熱帯魚の餌、ミニキャットっていうやつと冷凍アカムシ。熱帯魚の餌はね、あんまり好きじゃないですね。いつも残します。グッピーはね、3匹ぐらい入れてるんですけど、次の日にはいないんで、綺麗に食べてます。今はグッピー増えすぎてしまったんで、少しぐらい減ってもいいんですけど、このペースでいくとね、うちのグッピー危ないです。うん、おお、すごいね。興奮してるんだな。うん、怯えてますね。これは怯えてる。水替えはだいたい3日に1回ぐらいです。4分の1ぐらい。その時ね、下にうんこが溜まってるんですよ。なんかでっかいゴロッとしたやつ、それをスポイトで取る。これでね、今はね、うんこないんですけど、ちょっと食べかすみたいなのありますね。食べかす、赤虫の食べかす取ってあげる。床材が何もないんで管理は楽なんですよ。こいつはね、端っこが好き、そして隠れるのが好き。これから新しい水槽に引っ越しする予定なんですけど、隠れ家も作ってあげる。そういうレイアウト作りも必要かなと思ってます。グッピーはね、3匹いるはずの、あ、グッピー隠れてる。グッピー隠れてますね。うん、実はね、まだ食べてるとこ見たことないんですよ。10分や20分観察してても食べてくれません。夜行性なんで夜食べてると思いますね。あるいは恥ずかし屋さん狩りなんでね、恥ずかし狩りでね、
食べてるところはね、撮影難しいですね。以上、古代魚報告でした。ありがとうございました。ちょっとです、やっぱりあれだね、ストレス与えてしまったんで、撮影はこれぐらいにしておきます。